宮崎駿監督も大ファンでヒロインの原点江口久志さんが特別イメージイラストを制作。吉岡里帆さんと似ている。ちびまる子ちゃんで、両親が結婚前のデートで見に行った、日活の歴史に残る傑作です。皆さんこんにちは、和田豆チャンネルです。このチャンネルでは、様々な有名人のエピソードを紹介しているのですが、今回は、日活映画の楽しみ方4、今も色褪せない伝説の女優、をテーマにお送りします。前回の、令和の今こそ見たいあの名優、に続く、日活映画の楽しみ方シリーズの第4弾です。私は日活の映画にハマり、Amazon プライムでたくさんの作品を見ました。そこで感じるのは、昔の女優は今見ても綺麗。こう言うと懐古主義者に思われるかもしれませんが、どういうわけか、俳優は今見てもかっこいい、とはあまり思わないんですね。個人的な好みの問題でしょうか。当時の日活には、浅丘ルリ子さん、吉永小百合さんといった、現在も活躍している方がいますが、その中でも私が特に惹かれたのが、芦川泉さんです。芦川さんは、俳優の藤竜也さんと結婚して1968年に引退。その後はほとんど公の場には出ていないので、私は日活映画にハマるまでほとんど知らなかったんですが、やはり映画の中の芦川さんは今見ても綺麗です。綺麗で、可愛らしくもあり、可憐、という言葉がよく似合います。憂いを帯びた、どこか儚げなその声も魅力的です。スタジオジブリの宮崎駿監督も芦川さんの大ファンで、作品に出てくるヒロインは、芦川さんが原点になっていると言われます。2019年には、デビュー65周年を祝し、漫画家の江口久志さんが、特別イメージイラストを制作。自身の SNS でも公開し、大きな反響を呼びました。芦川泉、でネット検索すると、関連ワードで、吉岡里帆、と出てきます。現在の人気女優、吉岡里帆さんと似ている、と感じる人が多いようです。和製オードリー・ヘップバーン、とも称された芦川さんは、現在にも通じるその美貌で、引退しなければ、長く第一線で活躍を続けていたのではないでしょうか。現在、昭和レトロがブームで、昭和の音楽やアーティストが再評価されています。Amazon プライムなどで、昔の映画が気軽に見られる時代ですから、芦川泉さんが、再び脚光を浴びる日が来るかもしれません。今回は、芦川さんの出演作の中から、おすすめ作品を3つ、ご紹介します。まず1本目は、1960年公開の石原裕次郎主演作、明日晴れるか、です。この作品は、人気漫画、ちびまる子ちゃん、で、桜ももこさんの両親が、結婚前のデートで見に行ったと、作中に登場することでも知られる作品です。今作で芦川さんは、メガネをかけた、ツンデレ女子を演じています。清楚で可憐なイメージとは異なる、芦川さんの新たな魅力と出会える、ファンならずとも必見の作品です。続いて2本目は、1965年公開の芦川泉さん主演、結婚相談、です。ストーリーは、結婚を焦り、結婚相談所を訪れたものの、その実態は、という、世にも奇妙な物語、のテイストがありつつ過激さも備え、冬彦さん現象を巻き起こした、ずっとあなたが好きだった、の要素もあったりと、ごった煮のような作品で、賛否両論、
好みの分かれる作品だと思います。過激な役どころに体当たりで挑んだ芦川さんの新境地を切り開いた、制作陣の冒険心が感じられる一作と言えるでしょう。最後の3つ目は、1956年公開の川島雄三監督作品、須崎パラダイス赤信号です。日活の歴史に残る傑作です。遊郭へ続く橋のたもとにある飲み屋を舞台に、男の弱さ、女のたくましさ、人生はやり直せるのかやり直せないのか、といったさまざまな人間模様を、新玉道夫、三橋達也、轟由紀子、河津瀬三郎、という、他の役者では成立しないような、最高のキャストで描かれています。本当にどれも見事な演技で作品を盛り上げています。日活作品でおすすめを一つ挙げろ、と言われたら私はこの須崎パラダイス赤信号を選びます。不朽の名作です。というわけで今回は、日活映画の楽しみ方4、今も色褪せない伝説の女優、をお送りしました。最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。